皆さん、こんばんは。今日は2024年3月6日水曜日です。今日のテーマは中国全国人民代表大会がありまして、そこはですね、首相の記者会見というものがなくなりました。そして、中国の宅配、配達業者は皆悲鳴を上げました。 新しい法律ですね、出てきたんですよ。まずですね、コメントをありがとうございます。すごいいい話ですね。中国の GDP 成長よりですね、首相の記者会見がなくなったよねと、どうしてでしょうかっていうコメントがあったんですが、非常に素晴らしい話ですね、質問ですね。これについて、先に話をしてからですね、中国の新しい法律についても、 話をしたいいと思います。中国の人民代表大会について我々は全人代とも言います。期間は3月5日午前から開幕して11日の午後で終了です。開会の期間についてですが、東小平と江沢民の時代でしたが20日間以上でした。すごい長いんですよ。しかし胡錦濤の時代となって 15日間にしました。ただしですね、習近平はコロナの影響があって7日間、1週間にしたんですよ。半分減りました。今回ですね、人民代表の数は本来はですね、2956名ですが、参加したのは、出席したのは2897名です。またスケジュールについて話をしますが、 一つは政府の工作あるいは業務のレポートを読み上げるんですよ。これは中国の首相がですね、読み上げます。つまり自慢ですね。それから2023年去年国家経済計画の実行の状況。また2024年今年経済策の計画について。それから2024年予算のレポート。また国会で新しい法律、 あるいは、施策の修正のレポートもあります。それから、人民代表、常務委員会のレポートありますが、そこではですね、去年、施策の事故状況を発表されます。最後ですが、最高裁、裁判所のレポート出てきます。また、大事な記者会見も予定されていたんですよ。経済について、記者会見一回やって、中国の社会について、 記者会見が行かれます。それから外交について記者会見言い換ます。またですね、記者団ですが、自由の取材はできません。ただし、番所はですね、決められて、中国の交換ですね、決められた交換ですが、そこを取るんですよ。そこだけでの取材は可能です。これは今回のルールではありますが。ただしですね、注目されているのはですね、 李強首相のレポートである、あるんですが、彼は発言しました。2024年今年、中国の経済発展の目標は5%前後ですよと発表しました。実はですね、これは去年と同じなんですよ。ただしですね、これについては、まだですね、そういう詳しい情報、詳しいデータですね、まだ収集しますので、まだですね、後日話をします。ただしですね、特に、 話題となっているのはですね、首相の記者会見というものがなくなりました。首相の記者会見について中国政府はありませんよと発表しました。また今後も特別な事情がなければ開催予定はありませんと発表しました。李強首相のレポートについて少し話をしますが、簡単です実は。 内容はですね、あんまりありません。でも話をします。中国の発展は順調ですよ。すべての条件は我々にとっては有利です。経済の回復は長い目線で見ると問題はありません。成長は方向性です。去年10月、1兆元の国債を発行してすべて分配しました。多くのプロジェクトを実施できました。我々の 経済の実力、国防の実力、軍事力も同時に上がりました。自慢ですね。でも、アメリカなどの軍事大国より、我々の軍事費用はまだ少ないんです。そういう話があったんですね。そして、アメリカにいる中国の大使ですね。アメリカの記者に聞かれてたんですよ。首相の記者会見はありませんと聞いたんですが、どう思いますかと聞かれてですね。中国の大使はびっくりして、 知りませんと答えました。これについて、香港大学の先生ですが、首相の記者会見はないのはですね、これは30年以来の初めてなんですよ。首相は忙しいかもしれませんが、でもですね、代理人を決めて記者会見を開催して、国際社会に向けて、中国の経済策、発展の目標とかですね、説明しなければいけません。そういうふうに話をしました。 これについてですね、説明しますが、実はですね、独裁政権には、首脳がですね、記者会見ないのが普通なんですよ。別にみんなびっくりしません。特に国家の首脳ですね。例えば、北朝鮮の金正恩さんですね。外国のメディアの前で発言する勇気はない。あるいは、何かですね、聞かれるとか、やはり答えることはできない可能性ありますので、 自信がないんですよ。なので、記者会見は基本ですね、ありません。ただしですね、中国は違うんですよ。首相は堂々とですね、毎年外国の記者団の前に立って、あるいは座って、堂々とですね、質問を受け入れて答えるんですよ。説明もします。これが中国ですね、改革、開放の特徴なんです。つまり、中国はですね、これから 成長の国家になっていくよねと、みんな判断する材料となっているんですよ。これについて、Voice of America の情報ですが、中国はですね、一人体制ですから、一人の声が大事なんですよ。それ以下の人間の声は不要です。つまり、習近平の声が大事です。李強首相はもうダメです。そういう分析があります。 中国の首相ですね、初めて記者会見を開催したのはですね、1988年でした。当時、新しい首相である李鳳ですね、副首相を連れて、3名ですね、連れて登場しました。みんなですね、びっくりしました。当時ですね、外国の記者さんは400名超でした。中央テレビですね、史上初の 生放送しました。ただしですね、当時中国ではまだテレビは普及ではなかったんですが、中国政府はこの記者会見で改革開放の姿勢を外国に見せました。そしてとても敏感な質問も聞かれました。例えばですね、李鳳さんと周恩来さんとの関係どうですかと、実はですね、噂あるんですよ。李鳳とはですね、周恩来の まあ子供です。そして、総書記とストーリーですね、そういう意見の違いについてどうなのですかどういうふうに解決するでしょうかそれから文化大学についても聞かれました。当時ですね、李鳳の答えはむちゃくちゃでした。ノートを見ながら答えましたけれども、ただしですね、外国の記者さんはそれでも自由に質問はできました。これは史上初です。 ただしですね、次の年ですが、1989年、天安門事件があったんですよ。それで、1990年、記者会見は中止となったんですね。ただし、次の年ですが、1991年、李鳳はまだ記者会見を再開しました。それから、1992年、まだ中止なんです。原因はですね、東昇平は、新鮮を訪問しました。新鮮を訪問して、 中国のですね、李鳳であっても、江沢民であっても、ちょっと都合悪いんですよね。それから1993年から2023年まで、去年までですね、毎年開催していたんですよ。記者会見で外国の記者に聞かれる前ですね、中国政府は自分の施策を説明します。あるいは、訓港の目標を説明します。また、 外国の記者にすればですね、年に1回だけですね、中国の首相に対して自由に質問できました。そして首脳ですね、直接答えてくれるんですよ。とても大事なイベントだと言えます。記者会見に参加するメディアですね、海外入れて、国内入れて、約ですが600社から700社です。記者はですね、1000名から2000名ほどが普通です。 首相の記者会見ですが、時間はですね、大体1時間半から約2時間前後までかかります。ただし、2012年、温家宝首相は3時間かかりました。これは最後の記者会見でした。委員会の前でした。でも、1992年から記者の質問をですね、事前に用意するようになったんですよ。 中国当局ですね、先に外国のメディアに連絡するんです。聞きたいことですね、事前に用意しますから何か質問ありませんかと聞きます。ただしですね、これについては条件があります。それはですね、普段中国政府のことを褒めてくれたらですね、そのメディアにチャンスを与えるんですよ。つまり中国政府の言うことを聞くメディアに対して、 あるいは中国の社会の事情について悪口、あるいは悪い評価をですね、言わないメディアが多いんです。例えばですね、ここまでしたら、新華社と人民日報ですね、聞いてもらいます。外国のメディアですね、アメリカ、日本、フランス、イギリスが多いんです。つまり、生放送ですからですね、質問の内容を事前に用意して聞いてもらうんですよ。この順番も大事です。つまり、 約束ですね。大変信用できなけければいけません。しかし主要期の時代でしたが少し特別でした記者会見の最後ですが2人3人だけを選んで質問してもらったりもあったんですよまだリー・ホーと主要期首相の時代でしたが記者会見の参加は実に自由でした大会の取材許可書があればですね誰でも参加は 自由です。ただしですね、古今等と恩家法の時代となってですね、中国政府は実に招待状を送付しました。信用できる記者さん、メディアに送付されます。これがですね、実は中国政府の作戦なんですよ。外国のメディアですね、やはり情報のスピードが大事なんですね。つまり、中国の大会取材的にはですね、これは本当に強いんですよ。 この手段で中国政府ですね、外国のメディア、あるいは記者ですね、牽制しました。例えばですね、もしこの1年間、中国政府の施策、あるいは法律、あるいは中国政府、中国当局、中国の社会ですね、批判するとですね、招待状は送りません。そして記者会見の場所ですね、中国の最もですね、深なの場所ですが、 人民大会党の3階です。人民大会党ですね、3階です。でもですね、人民は名前ついてるだけで、普通の民間地にですね、行くことはできません。そして、この3階にはですね、中央会場があるんですよ。そこで行います。例えばですね、これは以前の写真ですが、これは李光一強首相の、えー、当時の写真ではありますが、ここはですね、みんな記者なんですよ。約ですね、 1000人以上ですね。外国の首脳はですね、北京を訪問します。この時ですね、例えば外が雨の日ですね、寒平式ありますので、ここで行います。行いでやりますので。あるいは、ここはですね、外国の大使さんですね、就任しますので、北京に来て、習近平に自分の国の信用値をです、ね、提出します。その時ですね、ここで行います。つまり、 大変ですね、大事な国家の行事ですね。大体ですが、ここで行います。ただしですね、習近平が登場して、中央会場のことですね、名前変更されました。金色会場だと変更されました。まあ、金色ですので、やはり立派、かっこいいというイメージですね。またですね、特徴あるんですよ。これはですね、首相によって全然違うんです。例えばですね、主要機、 首相、李国強首相ですね。先に外国の記者さんに質問してもらうんですよ。やはり外国優先ですね。しかし、恩加宝はですね、先に新華社と人民日報に聞いてもらうんですよ。これがですね、大体わかりますが、中国の改革開放ですね、どんどんダメとなってきたんですよ。1998年、主要期の記者会見である名言があったんです。 この先には地雷がいっぱいあるかもしれません。波乱万ョの時代に突入かもしれません。私は総理として自信を持って社会、国を良くします。絶対に折れない、負けない、最後まで改革開放を実行するよと強く発信しました。この発言がですね、終わって約1分ぐらいですね。1分ぐらいですね。みんなですね、 握手しましままた。すごい、ね、と言います。ごいいねと言これがですね初めてなんですよね中国の首相ですね外国記者棚の前で堂々とですね約束したんですよこれは素晴らしいと大変評価されましたそしてですね温家法にもですね大事な発言があったんですよ実はですねこれはアピールとも言います温家法の名言はですね改革は大事な時期となってきました 政治体制の改革をしなければ、経済の改革だけやっても、最後はですね、すべての成果は消える可能性があります。社会の問題は根本的に解決できません。文化大革命ですね、こういう歴史の悲劇ですが、もう一度起きる可能性はありますよ。この発言がですね、終わって引退しました。そしてですね、李克強ですが、 皆様ご存知ですが、2020年5月発言しました。中国の人口が多いんですよ。我々はまだ発展途上国です。我々の平均年収は3万件ですよ。国民の平均年収ですね。多いかもしれません。でもですね、中国には6億人ですね。毎月の月収は1000件以下なんですよ。約2万円ですね。1000件ですと、都会で 大とかではありません。都会で家賃の支払いだけで終わりか足りないですね。現在コロナのショックを受けました。多くの人は困っています。コロナが落ち着いて社会の回復、経済の回復が大事です。と。こういう発言が終わりました。あったんですね。そして去年ですね、3月、李強首相は登場しました。李古京さんは引退しました。 今はなくだったんですが2023年3月ですね李強首相は初めての記者会見で彼は発言しました内容はですね聞いたんですが実にするくて内容は何もありませんただしですね紹介します私はですね長期的に地方で高官を務めてきましたたくさんの経験を積んだんですよ事務所に座るだけでですね問題がいっぱいなんです でもですね、現地に行って視察するとですね、解決方法しか見つかりません。視察がとても大事です。民間人の社会に行かなければ解決方法はありません。と発表しました。なのでですね、李強首相ですね、このクズはですね、特徴あるんですよ。口先はですね、結構強いんです。頭の回転も速いと思うんですよ。 ただしですね、答えはそのですが、内容は何もありません。これが伝統的な秘書のコードですね。つまり、形だけですね。内容は何もありません。そしてですね、発言した内容ですが、我々ですね、聞いて、最後まで聞いてですね、えー何を言ったでしょうか私もわかりません。そういう雰囲気ですね。つまりですね、李京首相はですね、この記者会見は最初で最後でした。 原因はですね、私は思うんですが、李強首相の財政の施策、経済の施策について内容は全くありません。政府はですね、経済を刺激したいですね。なので、今回の大会が終わって、またですね、一兆元特別国債を発行しますよと言って、これでやります。また、超長期の国債で対応します。主に軍事費用、 あるいは軍の不利構成でしょうかと私は思います。そして2023年と同じように金融緩和をします。ただし当時ですね、去年でしたが効果はありません。やはりですね、需要がないからです。今年も同じです。また不動産市場に対する策、あるいは不動産企業の借金の問題、地方政府の借金の問題についても 全く触れていません。こういった大事な問題ですね、たくさんあるんですが、でも、今回の大会では全く触れていません。つまり、李強首相にすれば問題はないんです。しかしですが、気候変動について、カーボンニュートラルの政策をですね、指導しました。実はですね、これが目的があるんですよ。バイデンさんと仲良くしたいですね。 そしてですね、今回はこの大会では実は内容ありません。でも記者会見がなくてもいいよねというふうな雰囲気ですね。つまり、習近平ですね、演技ですらしなくなったんですよ。演技とですね、外国人の前で、特に外国のメディアの前で堂々と発表します。我々、改革開放するんですよ。あるいは我々は改革しますよ。あるいは我々ですね、経済の発展続けますよ。 そういうふうなですね、説明ですらしないんですよ。実はですね、私は思うんですが、説明する勇気ですらないんですよ。原因はですね、中国の経済成長5%ですと言いますが、今年ですね。でもですね、ありえません。今年はですね、きっと2023年より大変なんですよ。この状態で中国の経済発展5%というのはありえません。と私は思っています。 なので、記者会見あるんですが、あってもですね、もしですね、何かが聞か,聞かれました。でもですね、答えることはできないんですよ。利益表にはですね、そういうレベルがないんです。あるいはですね、堂々と嘘をですね、言う勇気もなくなってきました。ただしですね、経済発展について、この5%前後という表現について、またですね、後日に話をですね、したいというふうに思います。 中国の経済ですね、どうしてダメなのか、あるいは今年もっとダメでしょうか、これについて話をしますね。まずですね、中国の外国人観光客ですね、いないんですよ。これはですね、言い過ぎではありません。原因はですね、反スパイ法律あります。それから、国家情報保護法もあります。それから、中国政府ですね、外資系の会社にいて、家宅捜査ですね、たくさんやってきました。 この状態でみんな怖いんですよ。外資系ですね。特に社会であちこちでスパイ探しをしています。毎月、あるいは毎週ですね、スパイいたんですよ。スパイ逮捕してきたんですよ。そういう風に発表するんですよ。でもですね、その情報は私はですね、嘘ですというふうに思っています。でもですね、真実を知らない国民にはですね、信じるんですよ。そうするとですね、社会では やはりみんなですね、スパイを警戒しよう、スパイを探そうと言います。そしてですね、中国では、外国人のことですね、歩いてる50万件と言います。原因はですね、もしこの人がですね、スパイですと、えー、確認ですね、できましたらですね、50万件くれます。約1000万円くれるんですよ。なので、社会ではですね、外国人を見てですね、歩いてる50万件と言います。これは怖いでしょう。この状態で、 外国人来ますか皆さんは来ますか来ないんですよね。怖いじゃないですか。結果ですが、はい。上海の国際空港が発表しました。上海ですよ。中国の有名な都市ですね。実は、北京より上海が大事なんですよ。上海の外国人ですね。観光客にしても、上海の空港に到着して、それから移動する人ですね。実は、北京よりも多いんですよ。結果ですね。 上海の国際空港が発表しました。今年、先月と先々月、つまり1月と2月ですね。外国人の入国の数は1万人です。上海国際空港ですよ。1万人ですよ。国際便ですね。これは大変ですよ。そしてですね、比べてみるとですね、2019年、これはコロナの前ですね。 2019年の1月と2月ですね。当時は外国人370万人入国者いたんですよ。現在はわずか1万人ですね。全然違いますよね。これがですね、中国の反スパイ法律の結果ではあります。なので、上海のプートン空港ですね、ガラガラです。シャッターですね、降りています。これがこの状態なんですよ。 免税店ですね、みんなシャッター降りています。ただしですね、カップラーメンとかですね、売っていますけれども。これがですね、この法律の結果なんですよ。まだですね、1万人中の80%ですね、香港人とマカオ人ですね。そして、外国のパスポートで入国する本物の外国人はですね、2000人しかいません。まだですね、2000人中ですね、 元中国人が多いんですよね。春節の規制があったんですよ。あるいは、親族訪問が無理ですね。つまり、外国人はですね、上海の空港を利用していません。あるいは、外国人ですね、中国にはもう来ないんですよ。外国人観光客ですら来ないのに、外国の投資家ですね、来るとは思えませんね。これが私の気持ちなんですよ。つまり、上海の経済が 終わりですね。これで良くなるとは私は思いません。上海のですね、たこさんのお店ですね、結構高いんですよ。あれは中国人向けではありません。接待用か外国人向けなんですよ。上海のホテルも同じです。上海の賃貸、ョンも同じです。あれは全部外国人向けなんですよ。上海のオフィスも同じです。中国の国内の会社はですね、上海では 借りませんそもそもそういう材力ですね。ないわけですから。つまり上海の経済、不動産市場も、社会も良いことはないんですよ。またですね、香港も大変ですよ。香港にはですね、基本法第23条ですね、今は修正完了ですね。もう決まりです。もうほぼ決まりですね。香港に実行した効果安全法以上に大変なんです。説明します。 香港特別行政区はですね、あらゆる国家に対する分泌、反乱の先導、中央人民政府の転覆及び国家機密の摂取の禁止。外国の政治的組織または団体が香港において政治活動を行うことを禁止する。簡単に言えばですね、香港でもスパイ探しですね、これからはやるんですよっていうことです。これはですね、香港ですよ。 外資系はですね、約80%ですね、香港を経由して中国大陸で行うんですよ。投資活動ですね。あるいはあ営業活動ですね。するんですよ。やはり香港にはですね、法律がありますので、信用できるよということですね。なので、中国の会社ですね、みんな香港で上場します。これが、 一つの原因ではありますが、で,で,も,でもですね、これからはもうダメですね。つまり、香港にあるですね、外資系は、主にですね、外国の事務所ですが、どんどん出てくる、出ていくというふうに思います。またですね、今回の大会では、宅配法律もできましたね。中国ですね、ネットショッピングものすごいします。そして、宅配業ですね、ものすごい多いんですよ。配達もあるし、 バイト配達もあるし、つまりネットで買い物をして、あるいはお弁当もそうですが、配達業ですね、ものすごい反映しています。これはですね、大いの労働者ですね、受け入れたらとなっていますので、これはですね、たくさんの雇用はできています。外来人口、つまり学生歴ですね、なくても、まあ、基本ですね、体力があればできます。現在ですね、大学生も参加していますが、 そしてですね、中国には二つのスタイルがあるんですよ。一つはですね、直接家に行くんですよ。ただしですね、これはあんまり良くないですね。自分は家にいない場合が多いですし、働きますので。そしてですね、配達業者にすれば、こういうものですね、使うんですよ。なので、無人あるんですね。無人ボックスですね。大体ですね、ビルの下にあるんですよ。これは各団地に、各場所に置いてあります。配達員はですね、携帯に、 メッセージを送ります。このボックスですね、何号に入れました。そして暗証番号をくれます。なので、この人のですね、例えば私ですが、帰りました。ボックスの前に立って、スマホをスキャンします。暗証番号を入力すればですね、このボックスはガバッと開けます。これ荷物を取ります。これはですね、私は無料です。宅配企業はですね、支払うんですよ、実は。 そしてですね、次は友人です。これはですね、大体売店となっています。タバコとかお酒ですね、売ってる売店あるんですが、今は不景気ですので、大体ですね、自分のお店の一部ですね、棚を借りるんですよ。貸します。この棚にはですね、荷物を置くんですよ。例えばですね、私は荷物はここにありますよと、メッセージが来ます。これで、このメッセージですね、持って、このお店に行くんですよ。このお店はですね、従業員さんが、 え、店員さんですね、探してくれます。はい、荷物どうぞと渡してくれます。これはみんなですね、一つの、まあ、終わりですね、と言います。流れですね、終わりです。ただしですね、法律は修正されました。必ずですね、受け取り人の荷物をですね、その日の手に渡します。これが原則です。宅配ボックスに置くのは禁止です。つまりですね、今後は大変なんですよ。 宅配する業者さんはですね、コストはもう高騰です。これはですね、ビルのね、ビルの階段を登るとか、エレベーター乗るとかですね、宅配するだけではないんですよ、実は。そういう問題ではありません。もしですね、家にいたらいいんですが、もしですね、家にいなければ、まだ訪問するんですよ。そうすると,するとですね、コストはものすごい大変です。時間がかかります。そしてですね、大体ですが、昼間にはですね、人はいません。 そして夜深夜ですね。これは大変なんですよ。深夜ですね。人寝ますし、宅配する人ですね。これもまだ難しいんです。結果ですが、宅配業者ですかんですね。あるいは宅配の企業は価格をですね、調整します。つまり値上がりするんですよ。かですね。値上がりは難しいので、利益ですね。下がるでしょうか。そして消費者にしてもですね、実は良くないんですよ。 時間帯ですね、決めますし、荷物はなかなか配達してくれません。そしてですね、時間を決めて玄関で渡してくれます。これはですね、消費者にしてもあまり良くないんですよ、実は。そしてですね、これはルールですので、違反すると罰金は3万件です。約50万円ですね。6万、60万円ですね。罰金ですよ。60万円の罰金ですね。罰金ついてきますので、これからは実行します。 中国ですね、罰金がついていればですね、この施策はもう間違いなく実行します。罰金があればですね、学習塾もそうでしたが、先生ですね、学習塾辞めました。でも学生さんは困ります。宿題はわかりません。問題はたくさんあります。特に中学生、高校生ですね、お父さん、お母さんというも、数学の問題はですね、難しいんですよ、実は。解決、答えは出てもですね、解決はできません。説明はできません。 そうするとですね、どうしても家庭教師、あるいは先生ですね、塾必要です。そこでですね、一部の先生はいいですよと、私はですね、内緒で教えますよと言います。そこでですね、先生は教えます。先生の家に来るんですよ。学生さんですね。そしてマンツーマンで教えます。あるいは4人5人ですね、教えます。でもですね、学生さんはするんですよ。親もするるんですよ。学校終わりました。 受け入れます。先生ですね、家に行きます。そしてですね、試験が終わりましたらですね、先生をですね、告発するんですよ。通報するんですよ。そして、先生ですね、罰金されます。そして、原田特技ですね、全部返金されます。そしてですね、告発した人間ですね、賞金もらえるんですよ、それが。なので、この法律ですね、実行されます。例えばですね、私は電話ありました。配達員さんですね、あなたはですね、 明日、今日、家にいますよね。大丈夫ですかこれからもっと行きますよ。と言われます。でもですね、私は、あの、家にいません。でもいいですよ。玄関に置いてくださいと。あるいは、ボックスに家でくださいと。今までの通りでいいですよと言います。そこでですね、もし配達員さんが、私の言う通りですね、置いていればですね、私はですね、もし悪いことであればですね、内部の、あの、内部と言いますが、告発するんですよ。通報します。そうするとですね、罰金取られます。 その業者さんがですね、そして私は賞金もらいます。こういう風になっていくんですよ。なのでですね、中国の経済は良くなることをですね、私はないと思うんですよ。この状態で。みんなですね、敵同士です。これが中国政府の作戦です。でも、習近平ですね、どうしてこのルールを作ったでしょうかと言いますとですね、実は、宅配業者が儲かりすぎ、そういう風に彼が思っているんですよ。宅配業者ですね。 タコさんは人を雇うし、みんな忙しいですね。でもですね、習近平にすれば都合は良くないですよ。彼はそういうふうに思ってるんですよ。まだですね、中国の社会についても、また動画で話をしたいと思いますが、この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。